はい、皆さんこんばんは。それでは今回はですね、4年ぐらい前に PC 版でアイズっていうゲームを実況したことがあるんですけど、それのスマートフォンアプリ版がですね、ルーンの瞳というタイトルに変わりまして、現在でもアプリがね、アップデートされているということで、早速そのアップデートされた、アイズ、ルーンの瞳を遊んでいきたいと思います。4年前ですからね、ニコニコ動画がメインで上げてた時代なので、多分 YouTube で上がってんの知らない人も多いんじゃないかと思います。なんかね、屋敷の中で生首から逃げながらアイテムを集めるゲームです。で、スマートフォンアプリ版はですね、このように日本語対応していて、かつそのステージなんかもほら、違うステージ、まあ2個しかないですけど、病院というステージも追加になってますし、生首だけではなく、チャーリーとかね、よい子、違うクリーチャーもですね、選べるようになっております。まあ、とりあえず初めて見る人も多いと思うので、通常通り行きましょうか。まあ、生首から逃げましょう。日本語対応になってますんでね、以前見たことある人も普通に楽しめるかなと。結構ハードが鬼の難易度だったと思います。で今回中級で行きたいと思いますね。必要な硬貨袋は、全部で20個。おお、前13個だった気がするけどね。ランダムに置かれたその袋をですね、集めて逃げ出すって感じですね。で、ルーンの瞳と言われるですね、あのスカイジャックみたいなね、サイレンの、能力が使えるので、そいつを駆使して、モンスターの位置を把握しながら逃げていく感じですね。さあ、スマートフォンアプリなので、操作感はグラニーと似てますね。グラニーよりも滑らかかな。じゃあ、アイテム集めていきましょう。ちょっと4年も前のゲームなので私も覚えてないんですけど、でもグラフィックは今の方が綺麗だね。確か、こう、音を立てたりすると来ちゃうんだよね。逃げていきましょう。確かにそうだよ。来ちゃう気がした。あれ、落ちてますね、逆に。で、チェックはこの目を使います。あ、でも、地下にいるな、まだ。ずいぶんゆっくりですね。これなら今のうち行けちゃいますね。なんか、鍵が見つかった。鍵？え、どこ？鍵ってなんだっけ？え、もう俺鍵取ったの？あ、来た！はい、来ましたね。近くを通ると、この声と、あと、周りがこの共振するっていうか、ガタガタ揺れ始めて、で、主人公っていうか、の息遣いが荒くなります。ので、やべ。ちょっとだけ開けて覗くとかできるんだけど、やべ。足は遅いみたい。足は遅いみたいだな。戻ってきたな。ちょっとだけ覗くっていう技術があったんだけど、スマートフォンだとちょっと難しいね。ああ、開いちゃった。大丈夫？ちょいの覗き込みっていうテクニックがあったんだけど、これ完全に開いちゃうね。いや、今回は無理だね。覗き込み不可ですね。鍵が見つかったって言ってたけど、鍵って取ったのかな？鍵ってなんだっけ？そんな必要なアイテムなんてあったっけ？さて、じゃあチェックしましょう。降りてる、来た。来てますね。ってことは、今のうちに下に！やべ、見つかっちゃって。これ追われてる？追われてるね。確かここは安全地帯だった。安全地帯だったはず！ひぃ！行ったみたいだね。これは ?1234。番号ください。金庫だっけ？近いな、まだ。
いや、安全地帯だったけど覚えてねえな。ちょっとちょっとちょっと、なんかそっから俺覗いた記憶があるんでね。いや、でも静かになったな。これは何階だ？地下ではないですね。今のうちに探索しちゃいましょう、地下室。ただ、走って逃げれる、つかあの、ダッシュっていうコマンドがなくても逃げれたので、割ともしかしてぬるい？あ、違うか。取った枚数、あの、個数が多いと、その分速くなるんだっけ。あ、もしかして鍵ってこれ使うのかな。はい、9個いきました。もしかするとだけど、前もそうでしたけど、危険なのは階段だけ。基本的に階段って一箇所しかないので、そこで集中してやられることが多い。ちょっと待ってね。めっちゃ落ちてるじゃん。だから、階段が絶対安全なタイミングで行かないとまずいんだよね。今いけそうだね。やめろやばいやばいやばい、しまった。確か安全地帯。探してる探してる。今行きたい今行きたい。あー、正面から来た。しまった。奥行ったのかと思った。あ、でもチャンス。ピンチはチャンス。チャンスはピンチ。今なら逃げ切れる。これは難易度ハードじゃないからいける、絶対いける。ああ、追ってきてる。インコース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 。いやー、まいた。まだ来てるな。安全な兵。よし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 、巻いたんじゃない？やめろよ、変な音さすの。やめてくれー。大丈夫かな？来なかったっけ？あと3つ。この音大丈夫だっけ？いやー、来てるって、ほら。部屋には入ってこなかったような気がする。いや、違うな。でかい部屋には入ってくるんだっけ？これが入ってくる部屋かどうかは覚えてない。ちょっと待って、3階にいるね。近い。やばいやばいやばい。私の声じゃないですよ。落ち着いて落ち着いて。深呼吸深呼吸。深呼吸。キッ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 。やばい、全然疑ってる。よく考えるよく考える。相手は生首、手と足がないな。手と足、頭しかない。つまりこっちがどんな攻撃しても全部ヘッドショットね、勝てるでしょこれ。よし、分かってもらえた。分かってもらえたけど、よかったよ。つまり全部ヘッドショット。これだこれ。よしよし、いいぞいいぞ。でどうすんだっけ。ちょっとあんまり定かではない。そうだ、この辺にも部屋があったよな。あ、揃ったじゃん。出口を探して逃げて。なんでその他人行儀なの。
やー、きついのは階段ですよ。あ、来た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 。チャス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 、地下まで行ってる。これ出口じゃなかったっけ？よし、楽勝ですね。なんだって？ミスです。あ、来てる。8分50秒ベストタイム、ありがとうございます。では、まあ、ノーマルじゃ簡単ですよね。違うステージに行くか、違うキャラ行くか。ちょっと違うキャラ行ってみっか。同じステージで。中級、チャーリー。でもね、難易度がね、低かったら簡単だもんな。じゃあ、同じステージで、チャーリー。いや、これは、病院でもう一回難しいに、じゃない。中級にして、生首行ってみよう。ちょっと刻んでいこう。ね。刻んでいこう。まだまだ遊びますからね。エクストラパワーを獲得するには、不思議な水薬を探し、正しい容量で飲もう。どういうことだ？字がちっちゃくてよく見えねえ。さあ、新ステージですよ、これ。まだ終わらないって。ここ出口だね。待って、部屋に入らないと、とりあえず。いや、広いかもしれん。部屋に入らないことには？これクローゼット。ディ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 。うん。ちょっと待ってくれ。左のマークがさ、なんつうの？地図だったのが急に何だろう、稲妻イレブンの走り方になってるけど、何これ？これが俗に言うエキストラルパワー？エキストラルパワー、モンスター。これ問題なのが、見てもわかんないんだよね、新ステージの場合。あ、近いのかこれ。近いのか。サイレンとかもそうなんだけど、マップを把握してないと、相手の瞳を見、視界を奪ったところで、こうやってか、ジャックしたところで意味がないんで。え、走って、なんで入ってくんの？いやー、入ってくるのか。そうなのか。そんなぬるい仕様ではないわけだな。わかったぞー。わかりましたよー。ただ、これがエクストラパワー。いや、なんか逆に暗くて見えねえんだけど。目を隠してる状態？は？目隠し状態？これはさ、どういうことなんだ？あ、早くなった。操作性で悪っ。例えばだから今の見る限りだと、両方が悪いとデメリットがある。合ってればこれに合う。この足を使って逃げる。ん？痛かっ。なんかありますね。薬品で、あっ、そういうことか。薬品を2回飲むと足が速く。いや、足速くなってもな。さっき隠れても入ってたから、ちょっとあんまり過信しない方がいいね。隠れるのはあんまり良くないかもしれんな。
あ、やっぱりそうだ、なんか容量を失敗するとほらラリってますね。薬品は2個飲んで初めて効果を発揮するのか。それ以降はデメリットっていうか、それ以降っていうか奇数にしなきゃダメってことなのかな。奇数かどうか知らんけど、4秒間ダッシュできるってことこれ。1分かかる、あ、リチャージまで。通常状態でも4分間は、いや4秒間は走れんのか。それでまあ探り探りですよ。これは左右から下に降りれるのか。これ反転した時にすぐに戻れないのまずいな。ね、またこの部屋でちょっと、もしかしてだけど直線が多いから足の速さ結構重要なのかもしれんね。近いような気がするんだけど遠いのか、多いのか。まあメモを使っていきましょう。あ、よく見たら色がある。俺目があれだから緑と赤だね。私の色弱の悪いとこ出ましたね。ただ私気づきましたよ、これ色違いますね。赤と緑か。ただそれは分かったけど、とっさに色の判別が俺にできるのか。そうなんですよ、色弱なんで。これ赤だね。あ、でもこれわかるな。でも赤だけだと目隠しになっちゃうんだよな。下降りたな。これ赤でしょ。これと赤と緑で何度だったっけ。赤と赤で出してたっけ。あ、すごいすごい、場所がわかる。上の階もあるのか。なるほど。ん、これやばい。敵の位置、アイテムの位置がわかるんだ。これは駆使していくた方がいいね。いろいろあるな。まず目をゲット。これは違うね。これは何色、こっち緑か。よし、緑と赤で隠れられるっぽい。ラリって多分これハイドでしょ。これ多分この色の感じ、敵にバレない感じ。いいよ。これ難易度上がったらこれが絶対必要になってくるんだろうな。ダッシュしてさらに飲んじゃ、あーマジでします、飲んじゃった、えへ、間違えて飲んじゃった。足が速くなった。隠れる、いいね。ドル箱、ドルドル、ちょっとでもばらけてるな。ちょっとあんまり足が、これで上、この階は全部終わったかなね。上の階は探索終了か。内側はないんだな。内側はないんだな。まずいな、これ一箇所しか出口がない。折り口がない。じゃあとりあえず次は下か。で、薬品は一度飲んだら復活しない。赤赤、よし、ここはどこにいるんだ。ここがどこだかわからんからな。せっかく敵の視界を奪っても、奪うってかジャックしてもわからないんだよな。
ここにはない。あったあったあった。これなんだ、敵が見えんのかな、それ。入ってきそう。これ何色？これ戻ってこないかな。今のうちにね、地下室行きたいんですよ。地下室っていうか下に行きたいんですよ。ダッシュします。開けてはいるけど逃げ場ねえな、これやばくねえすか。あー、しまったー。障害物無視かこいつ。なるほど、障害物無視。いやでもなんだろうな、いけないことはなさそうですね。もうちょっと難易度上げた方が、面白そうなので、基本的に、状況はあれだけど、難しいにして、病院とか違うキャラもやっていきたいかなと思います。ちょっと今回、今は何分？ちょっと長いかな。まあ、いけても一回中継、もう一回やってみようか。いや、うん。まだ待って、キャラ変えてみようか。キャラ変えてみようか。プレイの新しい病院のこのチャーリーにしてみようか。チャーリー、チャーリーだって。チャーリーどんな能力あんの。まあ上の階行った方がね、早速ありました。はこれは薬の力、それともチャーリーの力でしたね。ちょっと待ってて、ちょっと今の待って。上に嫌がった。なんでだよ。いきなり上にいるとか。上にいるとか、わら。ここに赤があるね、覚えておこう。でも足遅そうだったね。どんくさそうだったな。じゃあ、赤。あそことはだいぶ違うね。その1ステージ目とはもうゲームのルールが違うっていうか、ルールは一緒か。あー、下にいるな。下にいるってことは上行ってみようか。出くわしたいし、近づくとすごい音するんだね。これ絶対地下にいたよね。あれ？地下にいたよね？あ、上がってくる。ずいぶん遠くまで音が聞こえるんだな。え？まあ、ただ動き回るだけじゃなくて、何かしらの能力があるんだろうけど。なんか魔法使いそうだよね。どこにいても声が聞こえるから、なんか不気味だな。ちょっと危険か？ここで薬飲むのは。酔っ払っちゃったん。隣の部屋に何か薬があれば。ちゃんと見てから薬飲んだ方が良さそう。あ、来てるか。敵は見えないんだな。あそこなんか下の結構遠いところにいっぱいあんな。これが進化発揮するのは後半だね。残りあとどこにあんだよって時に使うもんだね。今使ってもあんまり意味はなさそう。ね、大体の位置が分かるから。
で、これとこれの組み合わせは？ちょっと待って、赤は暗いんだった。赤暗いよねー。あ、足が速いな、これ。足が速いわ、危ねえな。下の階かな？今下の階行くと危ねえか。うわ、やべえ、ちげっちゃった。やっちまった、足が速すぎた。自分からあたり行っちゃった。もうでもなんか特殊能力的なもの全然見えないね。ね。待ってね。なんかアンロックでさ。恐ろしい古代の魔法、悪魔に扮することで、魔法のポータルを返し、空間次元を閉じ、やっぱテレポートしてくるんですね。これは暗い通路に潜む地獄の獣。生肉をワイドにしよう。もしくは獣肉で用意しとこう。どういうことだろうね。まあ、病院ですね。エンドレスモード。トリカオアトリート。ダブルトラブル。これちょっと面白そうですね。恐怖倍増でチャレンジ倍増します。この生首と、これが同時に襲ってくるんじゃないですかね。ちょっとこういうのもあるんで、まあ、もう次回ですね、病院ステージとかね、他のキャラもやってみたいと思います。というわけで、今回はここまでにしましょう。お疲れ様でした。